クレック・マダックス。グレゴリー・アラン・マダックス。グレゴリー・アラン・マダックス。1966年4月14日隊は、アメリカ合衆国テキサス州サンアンジェロ出身の元プロ野球選手、当主。ニックネームは、マッド・ドック・ザ・プロフェッサー。現在は、テキサス・レンジャーズで、GM 補佐とスペシャルアシスタントを務める。右投げ右打ち。5歳上の実刑マイク・マダックスも、 元投手で、現在は、ワシントンナショナルズで、投手コーチを務めている。少年時代は、アメリカ空軍のパイロットだった父の仕事の影響で、スペインのマドリードで一時期を過ごした。帰国後は、ネバダ州ラスベガスに移住。現地の高校に通いながら、アニマイクと共に、元メジャーリーグスカウトのラスティメーダーから、投球術を教わった。彼は兄弟にコントロールと、 ボールに変化を加えることが早いボールを投げることに重要であると教え、ピンチの時こそ思い切り投げ込むのではなく丁寧に投げるべきだと説いた。グレッグはすぐにこれを理解し、将来にわたってこの教えを大切にした。マイクはの MLB ドラフトでフィラデルフィアフィリーズから5巡目に指名を受けて入団し、自身も大学に進んで野球を続けることを考えて、 いたが、思ったほどのスポーツ奨学金の申し出を得る子が、できなかった。高校時代に投手として、優秀な成績を残したものの、大学のスカウトは、彼の華奢な体格に不安を感じていた。しかし、シカゴカブスのスカウトであるダグ・マップソンは、彼の才能を抜き、スカウティングレポートの中で、体さえ出来上がれば球界ナンバーワンになれると、太鼓判を押した。 1984年の MLB ドラフトでカブスから2巡目、全体31位に指名を受け入団。9月にセプテンバーコールアップにより20歳の若さでメジャーに昇格し、9月3日のヒューストンアストロズ戦でデビュー。シーズン最後の登板となった9月29日のフィリーズ戦では、同年デビューしたアニマイクと、史上初の新人兄弟同士の先発投手として投げ合い、 勝利した。は、ほぼ1年を通じてプレーしたが、6勝14敗、防御率5.61に終わる。は、ディック・ポール投手コーチの助言もあって、開幕から勝ち星を量産。5月10日のサンディエゴ・パドレス戦では、延長10回を完封。5月22日から7月10日にかけて9連勝を記録するなど前半戦で15勝3敗、防御率2.14を記録し、 自身初のオールスターゲームに、球団史上最年少で選出されたが、当番機会はなかった。後半戦は3勝5敗、防御率4.92と調子を落としたが、18勝8敗、防御率3.18を記録した。は、リーグ2位の19勝を記録し、チームの地区優勝に貢献。サンフランシスコジャイアンツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 1> 第1戦と第4戦に登板したが、第1戦で、ウィル・クラークに満塁本塁打を浴びるなど不本意な投球で2敗を、喫し、チームも1勝4敗で敗退した。サイヤング賞の投票では3位に入った。4月29日のフィリーズ戦で、メジャー記録の1試合7視察を記録した。初のゴールドグラブ賞を受賞し、以後18回受賞する。は20勝11敗。 防御率2.18、リーグ最多の268.0イニングの成績で、トム・グラビンと並んで、最多勝利のタイトルを獲得し、サイ・ヤング賞を初受賞。シーズン中に、総額に850万ドルで、契約延長を打診されたが拒否。オフの10月26日にフリーエージェントとなった。ニューヨーク・ヤンキースからは、総額3、400万ドルのオファーがあったが、 ワールドシリーズ出場の機会を求め、12月9日に5年、総額に800万ドルでアトランタブレーブスと契約。移籍1年目のは2年連続の20勝、10敗、防御率2.36を記録し、最優秀防御率のタイトルを獲得。22勝のグラビン、18勝のスティーブ・エイベリー、15勝のジョン・スモルツと強力な先発、ローテションを形成し、 チームは104勝を挙げて、球団最多勝記録を更新して、地区優勝。フィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦と第6戦の2試合に登板して1勝1敗だったが、チームは2勝4敗で敗退した。オフに2年連続のサイヤング賞を受賞。は、1994年から1995年の MLB ストライキの影響で、シーズンが、 打ち切りとなったが、16勝6敗、防御率1.56、いずれもリーグトップの202.0イニング10巻と、3冠風、ホイップ0.90を記録し、最多勝利、ケンヒルと同数、最優秀防御率の2冠を獲得。防御率は以降では、ドワイトグッテンが2マークした1.53に次いで2番目の記録である。 サイヤング賞を満票で受賞し、史上初の3年連続受賞となった5月28日のヒューストンアストロズ戦の8回に、ジェフ・バグウェルに本塁打を打たれノーヒーターを逃す。19勝2敗、防御率1.63を記録し、ウォルター・ジョンソン、1918年から1919 19年以来となる2年連続で防御率1.70以下を記録。 勝率もフィルリーガンガ千9330を記録して以降で最高の905を記録した。チームはワールドシリーズに進出し、レギュラーシーズン100勝のクリーブランド・インディアンズを破って自身初の、そして生涯唯一のワールドチャンピオンの栄冠を手にした。オフに4年連続4回目のサイヤング賞を受賞し、2年連続の満票受賞は、 サンディコーファックス以来の快挙となった。5月3日のフィリーズ戦でベニート・サンティアゴにレギュラーシーズンでは初の満塁本塁打を喫したポストシーズンでは先日の通り1989年の NLCS でクラークに打たれている。15勝11敗防御率2.72を記録し球団史上初の先発投手として4年連続で 防御率3.00未満を達成。は7月22日のカブス戦では76球で、関東勝利。8月10日に投手としては、史上最高額となる5年総額後、750万ドルで、契約延長した。19勝4敗、防御率2.20の成績で、サイヤング賞の投票では、ペドロ・マルティネスに次ぐ2位だった。8月18日のジャイアンツ戦で、 通算200勝、9月8日のエクスポズ戦で、通算2000奪三振を達成した。18勝9敗、防御率2.22、リーグ最多の5完封を記録。防御率は8月まで1点台を維持していたが、9月に調子を落とした。ワリーグ3位の19勝を記録したが、イニングを大きく上回るキャリアワーストの被安打258、防御率は3.57と、 前年より1点以上悪化して遺跡後初の3点台となるなど、投球内容は良くなかった。は6月14日に、ジャック・モリスの持つ通算視察387の記録を更新。9月2日から9月28日かけて、オーレル・ハーシュ・ハイザーが1988年に59回連続無失点を記録して、以降では2番目に長い39.1回連続。 無失点を記録。は5月終了時点で4勝5敗だったが、6月から10連勝を記録し、6月20日から8月12日にかけて72.1イニング無支球で連続、無支球のリーグ記録を更新。9月以降は4連敗で17勝11敗の成績でシーズンを終えた。は16勝を記録し、サイヤングに次いで、 史上二人目の15年連続15勝を達成したが199.1イニングに終わり、1988年以来14年続いた200イニングが惜しくも途切れた。5年契約が満了したは1、475万ドルで1年契約を結ぶ。開幕から3試合で3敗、防御率11.05と絶不調だったが徐々に調子を上げ、最終的に16勝11敗。 防御率3.96を記録し、史上初めて16年連続15勝を達成した。同年のゴールドグラブ賞はマイク・ハンプトンが受賞し連続受賞が13年で途切れた。オフの10月29日にフリーエージェントとなった。3月23日にフルスカブスと3連総額に400万ドルで契約した。8月7日のジャイアンツ戦で、 史上22人目の300勝を達成。16勝を挙げて17年連続15勝以上を達成。4月29日のアストロズ戦では、ロジャー・クレメンスと対戦し、リーグでは113年ぶりとなる300勝投手同士の対戦となり、勝利した。7月26日のジャイアンツ戦で、史上13人目の通算3000奪三振を達成。 300勝 &3000 奪三振は、史上9人目の快挙である。また選手級以下での3000奪三振は、ファーガソン・ジェンキンスに次いで2人の快挙である。13勝15敗で18年ぶりに負け越し、連続15勝以上の記録も17年で途切れた。は4月に5勝0敗、防御率1.35を記録したものの、5月から7月の間は4勝11敗。 防御率5点台と不振に陥る。7月31日にシーザー・イズ・トリスとの交換トレードでロサンゼルス・ドジャース移籍。8月に3勝0敗、防御率2.37を記録するなど復調。9月30日は中3日で先発登板し、7回を投げ3安打2失点で勝利投手となった。7月末の時点でチームは地区最下位だったが、マダックス加入が・カニューが 投手陣安定の最大の要因となり、8月は21勝7敗、9月は16勝12敗の高成績でワイルドカードでプレイオフ進出の原動力となった。10月31日に FA となった。2006年12月13日にサンディエゴパドレスと1、レレレレレレレドル2008年はマダックス、球団双方にオプションの1年契約を結んだ。 8月24日のフィリーズ戦で10勝目を挙げ、史上初の20年連続に桁勝利を達成。7月28日から9月19日にかけて59.2イニング連続無支球を記録。これは2001年の72.1回に次いで、自身2位、球団史上、ランディ・ジョーンズの68イニングに次いで、歴代2位の記録だった。オフに、 ジムカートとブルックス・ロビンソンを上回る、史上最多17回のゴールドグラブ賞を受賞し、11月19日に、球団が1、0000 000 000ドルのオプションを、行使し、残留が決まった。本人によると残留以外の選択肢は引退で、同年は楽しく過ごせ、引退する気になれなかったという。5月10日のコロラドロッキーズ戦で、史上9人目の通算350勝を達成。 2008年8月19日に後日発表の2、選手プラス金銭との交換トレードで、ドジャースに復帰。9月28日のジャイアンツ戦で、通算355勝目を挙げ、通算勝利数において、歴代単独8位となった。第2次世界大戦以降の投手としては、ウォーレン・スパーンの363勝に次ぐ記録であり、戦後生まれとしてはクレメンスを抜き裂いた勝利投手である。 同年は8勝13敗に終わり、連続2桁勝利は20年でストップした。10月30日に FA となり、12月5日に現役引退を表明。3月18日にカブスは5月3日からマダックスの背番号31を彼以前に同番号を付けていたジェンキンスと合わせて永久欠番とすることを発表。4月5日に11年間在籍した。 ブレーブスも7月17日かマダックスの背番号31を永久欠番とすることを発表した。1月11日にカブスの GM 補佐に就任。11月29日にカブスを離れ、レンジャーズの GM 特別補佐に就任した。は、第3回 WBC アメリカ合衆国代表の投資コーチを務めた。1月8日に資格取得1年目で、 ブレイブス時代の両有トムグラビンと共に野球殿堂入り、得票率97.2%は歴代7位だった。MLB の先発投手の中でも球速が遅く、キャリア初期に 93mph、約時速 150km に達する程度であり、その後は選手生活を通じて下がり続け、最終的には 86mph、 約時速1 3 8トルを下回っていた。一方で、代名詞とも言えるツーシーム、高速シンカーとサークルチェンジ、他にカットボールやスライダー、カーブを織り混ぜて、投球のほぼ全てを打者の手元で微妙に動かし、打者のタイミングを外したり、バットの芯を外すピッチングが、新上のグラウンドボールピッチャーである。抜群の制球力から、精密機械と称され、 ここぞという時には、フォーシームの綺麗な球や、チェンジアップを際どいコースへ投げ込み三振も狙って、取れる。また、打者の心理の胸をつく、頭脳的な投球スタイルや、普段はメガネをかけていた、後年、視力を強制ことから、プロフェッサー、教授なるニックネームが定着している。柔和な要望とは裏腹に闘争本能が強く、ブレイブス在籍時に、チームメートからは、 名前の響きからとって、マットドック、狂犬と呼ばれた。通算予死休率、9イニングあたりの予死休数は1.80、シーズン予死休率で、リーグトップに9度なっている。特に1997年は0.77で、2位に0.5以上の差をつけるなど数々の請求力の良さを示す。記録を持つ。マダックスの象徴的な持論として、 当主にとって一番過大評価されている記録は、脱三振であり、27個のアウトを27球で、取るのがベストというものがある。実際、脱三振率は、最も高かった1995年でも7.77、多くのシーズンは7を切る水準だった。また、打者との勝負よりも試合全体の勝敗を重視しており、小石球数は、通算177で、 ケントテカルブの179に次ぐ歴代2位である。100球未満で完封することをマダックスと呼ばれている。マダックス本人は13度達成している。史上最多の18回のゴールドグラブ賞に輝き、卓越した守備能力も特筆されるべき彼の特徴である。ただし走者に対するクイックや牽制などは、 打者に対する投球術とは裏腹に、無関心と呼べるほど注意を払わない。これは、盗塁を許しても、点に結びつくケースは17%に過ぎない、本人談という統計的事実から来るものである。具体的な根拠は、マダックス本人も話しいないため、不明である。しかし、盗塁に無関心な姿勢を一郎に利用されてしまった、こともある。 ブレーブス時代の2003年6月15日、マリナーズとのインターリーグのことである。初回に、先頭の一郎に、内野安打を許し二投された後、悪送球で三塁へ進まれ味方のタイムリーで一点。三回の打席でも、内野安打を許した後二投、三投と連続で盗塁され内野ゴロの間に一点を、取られ結果的に2から1でマダックスは、敗戦投手となってしまった。 試合後になって、記者の、打ち取っていれば、たとえそれがヒットになっても、打たれたという気はしないものか、という質問に対し、あれで気分が良くなったと思うか、冗談じゃない。んな風に考えられるはずはないじゃないかと返したという。ゴールドグラブ賞は、監督やコーチの投票で選ばれるため、連続受賞選手の中には、守備力が落ちているのに、名前やイメージで選ばれるケースが少なくない。 しかし2007年のマダックスの捕殺数はリーグトップの51で40歳を過ぎても優れた守備力を誇っていたことの証明である。平均的な投手の捕殺数は15から20程度と言われており、平均的な守備力しか持ち合わせていなければ2007年の防御率は5点台であったと推測され、自身の投手成績に守備力は大きく影響している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。